アンヌイダルゴは、スペイン出身のフランスの政治家。原パリ市長。出生時の名は、アナマリアイダルゴ・アレウ。労働者階級の家庭で育ち、14歳の時に、フランス国籍を取得。リヨン9区のリセジャンペランを経て、リヨン第3大学、同大学院で社会法専攻修士課程を修了。労働監視官として勤務した後、 フランソワ・ミッテラン政権時代のマルティーヌ・オブリー雇用、連帯大臣の下で顧問を務めた。フランス社会党には30歳を過ぎてからの入党であった。フランス国籍取得時に、当時のスペインの法律により、自動的にスペイン国籍は喪失したが、成人後にスペインの国籍法が改正されたことに伴い、改めてスペイン国籍を取得しており、現在は、 フランスとスペインの二重国籍者である。2001年にベルトラン・ドラノエがパリ市長に就任すると第一助役に起用された。2014年、ドラノエの人気切れに伴って新しく選出されるパリ市長選挙に出馬、国民運動連合が擁立したナトリー、コシュースコモリゼとの女性候補対決となった。2014年3月30日の決選投票を制して、 ナタリー・コシュース・コモリゼに勝利し、同志初となる女性市長に当選した。2017年2月に来日。2020年6月28日に行われた統一地方選の決選投票で、共和党候補のラシナ・ダテイ、マクロン大統領を率いる与党共和国前身のアニエス・ビューザームを破って、パリ市長に再選した。2021年8月に来日。 東京オリンピック閉会式に出席し、2024年、パリオリンピックに向けオリンピック旗を受け取る。1959年6月19日、アンダルシア州カディス県産ンンフェルナンド出身。父アントワーヌはサンディカリストで、電気技師、母マリアはドレスメーカーであった。一家は1962年春、長女マリー4歳、次女のアンヌ2歳を伴い、フランコ政権に反発して、 スペインから出国し、フランスリオンに移住した。アンヌは、リオン市9区、ベーゾ地区で育った。両親は後に、スペインに帰国し、姉のマリーは、ロサンゼルスで事業を営んでいる。イダルゴは1980年代に、最初の結婚をし、西を設けた。2004年、政治家、ジャンマルク・ジェルマンと再婚。ジェルマンとは、二人が、 マルティーヌ・オブリーの事務所で働いていた時に知り合った。ジェルマンとの間に2001年に男児を設けている。ありがとうございます。